グラビアアイドルとしてデビューし、その後小室哲哉さんに見出される形で歌手デビューした華原朋美さん。それ以降数度の活動停止と復帰を繰り返していましたが、2012年の活動再開以来、精神的にも健康的にも万全に近い状態が続いているようです。しかしここに来るまでかなりの紆余曲折があったことは皆さんもご存知でしょう。そして20周年メモリアル本として2015年8月に出版された華原朋美を生きる集英社では、その紆余曲折の裏側が表されています。歌手デビューする前の1994年頃、華原さんは東峰ありさの芸名でグラビアやバラエティ番組を中心に活躍していました。テレビのレギュラーなどもあり、当時のグラドルの中では売れっ子の部類に入っていたといえます。そんな華原さんをフジテレビの深夜番組天使の産毛で見て気に入った小室さんは、フジテレビのプロデューサーを通じて自分が経営していた店TJM に呼び寄せました。この時の様子を華原さんは同書でこう振り返っています。何かのイベントが催されていたのか、大勢の人でごった返すそこには、 TRF のサムさんや DJ コウさん、それからメンズノンノでよく見かけていたマークパンサーさんがいました。いきなりセレブなパーティー会場に足を踏み入れた華原さんはすぐにファミリーの一員となります。小室さんは華原さんを頻繁にスタジオに呼び寄せるようになり、あっという間に恋人関係となりました。同時にあの野心満々の東峰ありさという存在は私の中で薄れていきました。すでに生放送のレギュラーが決まっていたんですが、確か 2,3 回出演して辞めることになったと思います。当時の華原さんはグラビアアイドルを多く抱えていた芸能事務所アバンギャルドに所属していましたが、小室さんと恋人になるとすぐに当時の小室さんの個人事務所に移籍しています。この時東峰ありさがレギュラーを降りた番組はフジテレビ夕方の帯番組、今田耕司の渋谷系ウラリンゴ。同番組のレギュラー陣は後にめちゃめちゃイケてるに出演しており、小室さんと出会わなければ東峰ありさがめちゃイケレギュラーになっていたというシナリオもあったのかもしれません。小室さんと交際している間はヒット曲も連発でとにかく絶好調でしたが、別れはあまりにもあっけなく訪れます。華原さんはその瞬間をこう振り返っています。華原朋美のレコーディングと同時進行のプロジェクトがひっきりなしにあり、カリフォルニア州マリブの小室さんのスタジオには様々な人が出入りしていました。そんなある日、突然理由も伝えられないまま私だけがホテルに移動しなければならなくなったんです。いつも通りにレコーディングのためロスに呼ばれたはずなのに、誰も何も教えてくれないまま気づけば一人きり。味気ない食事をしてずっと待っていたけれど、結局来てほしい人は来てくれませんでした。つまりロスでいきなり放置され、それがそのまま別れとなったということのようです。ちなみにこの頃小室さんは後に結婚することとなる吉田麻美さんとのユニットトゥルーキスデスティネーションを結成。もしかしたら華原さんとの時間がそのまま吉田さんとの時間に変わっていったのかもしれません。ただこうやって過去をたどってみると、あの何でもない別れほど悲しいものがなかった。それで人生が大きく変わってしまったのは事実です。その後の転落人生は小室さんとの別れがもたらしたものであると華原さんはしっかり主張しています。別れ話でお互いに傷ついたり傷つけたりというプロセスを経てないから気持ちの行き場が見当たらない、立ち直り方がわからなかったというのが正直な話なのです、と小室さんとの破局の苦しさを振り返る華原さん。そして心の苦痛から逃れるため、華原さんはあるものにのめり込んでいってしまいます。もうその頃には私は睡眠薬や精神安定剤が手放せなくなっていたのです。もちろん正しく使えば全く問題のないもの。でも私は苦しさを何とかしたいがため、そこに頼るようになっていったのです。所属事務所をプロダクション小木に移籍した華原さんは活動再開と休養を繰り返すことになるのですが、
ある男性との交際によってさらなるどん底に突き落とされてしまいます。心の置き場所や目標が定まらないまま30代を迎えた私はまた新しい恋をしたのです。ところがそれは DV という過酷な現実の始まりでした。この相手とは後にモーニング娘。の加護愛と結婚することとなる飲食店経営の A 氏、現在は離婚。この人物について加原さんはこう綴っています。その人はいわゆる人の心を操る話術に長けていました。あ、私この人のことがすごく好き。そうなったタイミングで DV は始まりました。でも好きの気持ちが勝っているからちょっと優しくされると許してしまう。それを繰り返すうち私はすっかり彼の術中にはまり、気づかぬうちにコントロールされてしまう人になっていたのです。暴力を振るった後に弱い姿を見せたり優しい言葉をかけたりして、この人は私がいないとダメなのと思わせるという DV 男の典型ともいえる A 氏のやり口。小室さんとの恋愛や華々しい芸能界での成功が忘れられず、心にぽっかりと穴が開いたままの加原さんを騙すにはこの程度の方法で十分だったでしょう。そして問題は DV だけではありませんでした。一旦は抜けることができていた薬物依存の生活に再び落ちていくのです。 DV を受けたことで不安が募り、また彼が常に安定剤を持っていたことから、私も眠れないことを理由に手を出してしまいました。そこからまた薬への依存が始まるのです。そんな加原さんは出演予定だったスペシャル番組をドタキャンする騒動を引き起こしてしまいます。これまで同じようなことを繰り返していたこともあり、ついに所属していたプロダクション小木から契約を解除されてしまいます。これでやっと現実を突きつけられた加原さん、その後兄の助けを借りて薬物依存症の治療に入りました。山あり谷ありの加原さんの芸能活動ですが、その後半のほとんどは残念ながら薬物依存と戦っていたことになります。私は促されるまま病院行き、ドアノブのない部屋で薬物依存という自分の現実と向き合うことになったのです。ここで気になるのが薬物の違法性です。加原朋美を生きるではこんなことが書かれていました。一番上の兄はいつも怒っていました。私がしでかすことに憔悴しきっていた母を私から引き離そうとしていた時期もありました。逮捕されないと分かっているから立ちが悪い。逮捕されちゃえばいいんだよ。そう正面から苛立ちをぶつけてくることもありました。要するに逮捕されない合法的な薬物だったからこそなかなか断ち切れなかったということらしいのですが、それでも違法薬物に手を出さなかったのは不幸中の幸いだったのではないでしょうか。そして加原さんは2ヶ月ほど閉鎖病棟に入った後、父が住むフィリピンで療養生活を送り、見事に復活します。12年12月にはプロダクション小木と再契約、そして芸能活動を本格的に再開します。その後の活躍ぶりは今更説明するまでもないと思います。もっとも恋愛の方は作家の武田恒康氏からラブコールを受け取ったこともありましたが、交際には至らず。他にもプロレスラーの本間朋晃選手がラブコールを送っているといったこともありました。幾度となく恋の噂が出るものの、いつもそのまま断ち消えていくような感じですね。加原さんには公私両面で幸せになっていただき、また音楽シーンでの活躍を期待したいですね。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。